はい、皆さんこんばんは、大石翔でございます。今日はね、タイトルにあります通り、いくつかお話ししたいことがあるっていうことで、ちょっと動画を撮らせていただいております。背景映像はアークサバイバルエボルブのアンナキジェネシスモッドです。今クレーター漁ってる最中だね。まあこのモッドの営業からといい物資結構出るんで、ね、まずね、ドールズフロントラインについてなんだけど、まあ最近さ、動画出してないやん。でプライベートでもね、もうやってないです。はい、ログインすらしてない状況で、あのね、担当直入に言うと秋田っていうのがまずでかいね、やっぱり。なんかもういいかなみたいな。もともとさ、俺あの HK416 がまあ好きで、まあその HK416 が擬人化したキャラクターもまあもちろんそれなりに好きだったんだけど、まあキャラデザとかね、銀髪でだったし、俺銀髪好きだからさ、まあそういうのが好きで、まあいいキャラだなと思って、でそのね、キャラクターのさ、あの特別衣装みたいな、そのレア衣装みたいなのがあって、まあ、それを、まあ、ついこの間手に入れたんだよね。まあ生放送中に出したんだけど、だからまあそれを手に入れて、まあなんか、あ、もういいかなっていう、なんか俺の中でもドルフロ終わったかなみたいな感じになったんだよね。もともとそれが欲しかったんだよ、一番。でその一番欲しかったものが手に入ったので、まあもういいかなみたいな、もう俺の中ではクリアされたみたいな、そんなノリなんだよね。であとね、もう一つのね、ちょっと理由としては、あのストーリーがね、ちょっと楽しくないっていう話なんだよね。あのこれはストーリーがよくできてないっていうわけじゃなくて、まあ、むしろよくできてる方なのかなって思うんだけど、あの俺さ、シリアス大嫌いなんよ、シリアスストーリー。例えばその鬱展開だとかさ、まあ、そういうのって俺大嫌いで、だからそういうの、あの別にその何、アニメとかそういうのに限らず、まあ、映画だとかドラマだとか小説だとかでも絶対見ないようにしてんの俺。もう胸くそ悪くなるから、本当に胸くそ悪くなったり悲しくなったりして、なんで物語読んでてこんな気分になんなきゃいけねえんだって話になるから、要は読まないようにしてるので、嫌いなのね、まあそれだけで。ドルフロの、まあ、まあソシャゲのなんだけどさ、一応ちゃんとストーリーモードみたいなのがちゃんとあって、でストーリーしっかりしてんのよ。でそのストーリーの大まかな節って結構シリアスなのね。あの毎回毎回そのなんか、あの何、ちょっと大きな事件が起きるためになんか毎回誰か主要人物死んでいくみたいな、なんか すごいなんか結構シリアスなんだよね。死んだりだとか失踪したりだとか、挙句の果てにはなんかあの敵に改造されて、なんかなんだ、かつての味方が敵として襲い来るみたいな、そんな感じのノリだったりとかさ、結構シリアスなのよ。で俺そういうのって苦手でさ、やっぱだからね、ちょっとやってて辛くなっちゃったんだよね。だからさ、こう新しいストーリーが解放されるたんびに、あ、今回また誰か死ぬのかな、俺のお気に入りのキャラみんな死んでくんだろうなみたいな感じになって、もうやりたくなくなっちゃったんだよね。もう嫌で本当に。だからまあそういった理由があってもドルフロはもうやらないっす。はい。まあね、でもドルフロはね、俺のチャンネルをね、まあ、プチバズさせてくれたね、あの最初のゲームではあったんだけどね。あのアークで今伸びてると思うんだけど、俺はこれは取れないか。アークで伸びてると思うんだけど、アーク で伸びる前にね、ちょっとしたプチバズがあって、それがドルフロの動画だったんだよね。でね、そのドルフロの動画がまあ伸びた理由なんだけど、あの中国のビリビリ動画っていう動画サイトがあるんだけど、そこにまあ転載されたのよ。とある人によってね。でまあ中国で若干話題になって、それが理由か知んないんだけど、そのビリビリ動画のユーザーでの人がまあ何人かその YouTube の俺の元チャンネルの方に流れてきたっていう感じで、少しプチバズしたことがあったんだよね。まあ、ちなみにそのプチバズした動画はね、すっげえ際どい水着着た女の子のキャラクターに俺が性的興奮を覚えてうひょーって騒いでるっていうクソみたいな動画なんだけど、よかったら見て。あの葵さんのね、あの集大を晒してる姿見れるから、よかったら見てくれ。あのサムネも変態臭漂ってっから。はい。まあそれはいいとして、まあそういうやつもあってね、まあまあ思い入れはあるゲームではあったんだけど、もうちょっと辛くてやってらんないっていうのがまあちょっと本音なんで、もうこれ以上やんないっす。今でかいイベントも来てるし、あのちょっと前に89式小銃、まあ、日本の今自衛隊が使ってる銃が日本で先行実装されたりとか、まあ結構イベントはあったんだけど、まあそれもね、もういいかなっていう。まあ別に89式小銃はそこまで好きな銃でもないしさ。だからね、もうちょっとドルフロはもうやんないっす。またひょっこりやるかもしんないけれども、もうほぼやんないと見てください。はい。だからちょっとドルフロ楽しみしてる人には申し訳ないけど、もうやらないと思う。で、次に話すことなんだけど、まあこれはアークに関することで、あのブリーディング速度をね、ちょっと速くしようかなっていうふうに思ってます。はい。まあ今なんか3倍だったっけ、バニラの方は3倍で、でこのモッドに関してはまあなんか結構30倍とか結構法外なやつでやってるんだけど、
まあ、通常のやつは3倍のブリーディング速度でやってんのね、基本的に。ただね、それでも結構時間がかかってるんだよね。まあ、ちょっとお察ししていただける方も思うと思うんだけど、ギアロントサウルスだとかマナガルムだとかの育成でさ、まあ1週間くらいさ、もうずっとかかってるみたいなパターンあるじゃん。ギガントに関しては 2,3 週間かかってるけどさ、まあちょっとそういう感じでね、まあブリーディングがね結構時間を食ってるんですよ。はい。でそのせいで動画が進まなかったりだとか、あとはその日常生活に若干支障をきたし始めてるんだよね。うん。だからね、ちょっとそろそろブリーディング速度を結構速くしようかなと。今3倍だけど、下手するとちょっと10倍とかにする可能性がある。うん。この先さ、ワイバーンとかもさ、大量にさブリーディングしなきゃいけないのにさ、バルゲロとラグナルクでさ、なんかそれでまたなんかその1匹育てるのにまた1週間とか2週間かかってたっていうんだったらさ、結局そのマップずっと止まったまんまやん。だからそれあかんよなっていう。で、それでブリーディング終わるまでさ、何、俺もちょっと日常生活に支障をきたし始めるしさ、だからね、ちょっと、意地、ちょっとあんま設定いじりたくないなっていう意地はあったんだけど、まあ、その意地張ってる場合じゃないかなっていう、感じだから、ちょっと早めると思います、ブリーディング速度をね。うん。でたまにさ、こういう風なさ、数値をいじります系の話をするとさ、結構言われるんだけど、別にそんな葵さんの好きにやればいいんだから、いちいち報告しなくていいんじゃないですかっていう風に言ってもらえることも結構あるんだよね。うん。まあ、それもその通りなんだけど、ただこれはちょっと俺のまあなんか変な考えなんだけどさ、一度みんなにさ、この設定でやりますって宣言しちゃってるわけじゃん、俺は。概要欄でこの設定でやってますってことを宣言してるわけじゃない。で、みんなに対して俺が宣言したことをさ、みんなにさ、黙って勝手に変えるってなんか違くない？俺はこういう風にやってくぜっていう風なことをさ、例えば俺が心の中でよし、こういう風にやっていこうっていう風にただ自分のに、ね、念じただけだったら俺は別にいいと思うんだけど、みんなにさ、これでやりますって宣言した以上さ、みんなに確認も取らずにさ、変えるってなんだって話にならん。うん。なんかみんなの意見をさ、とか真を問う、わずして、何、設定を勝手に変えるっていうのはどうなんっていうふうに俺は思うよね。やっぱ、みんなに宣言したわけだから俺は。男が一回さ、こう何、こう行くぜっていうふうに言い切っちゃったんだったらさ、それを曲げるっていうことはさ、やっぱりあかんことやん、本来。本来あかんことやん。男に二言はないっていう、わけじゃないけどさ、本来さ、そんな風に言い切ったわけだからさ、あ、ちょっとそれを勝手に変えるのってあかんやん、やっぱり。うん。ま、ねじ曲げたわけだから、で、ねじ曲げるならねじ曲げるで、やっぱりそういうちょっと何、その筋通すっていうのは必要だと思うよ。うん。だから俺はその筋を通すためにみんなにね、こういうこう設定とかを変えるとき、いちいちわざわざなんかその 2,3 分かなんかの動画を撮って、はい、変えます、すんませんっていう風にに言ってるわけだよ。で、もしその動画に対して反発が強かったら、じゃあやっぱ撤回しますっていう風に言うしさ。うん。やっぱそういうなんかその筋を通したいんだよね、俺は。やっぱその設定を変える、一つ変えるにしても、うん、みんなにこれ、ね、だからこういう風に言う理由っていうのはそういうことです。うん。男が一回言い切ったこと、やるぜって言い切ったことをねじ曲げるのは結構相当なものだから、ちゃんとそういうのはしっかり筋通すためにみんなに話さなきゃいかんっていう理由です。はい、それだけ。うん。で、最後にね、まあ俺のチャンネル全体に関わることなんだけど、俺ってさ、一応毎日投稿を目指して頑張ってきたのよ。できる限りね。まあ実際できてるかどうかっていうのは別として、一応毎日投稿しようっていう風にそういうのを目指してちゃんとやってきたんだよ。うん。なんだけどね、最近さ、毎日投稿も全然できてないし、結構ね、パンクし始めてきてるんだよね。こう毎日投稿しなきゃみたいな感じで、ちょっと自分のことを追い込みすぎて、ちょっとだんだんパンクしてきてるんだよね。で、それにつながる話なんだけど、ちょっと日常生活に支障をきたし始めてるんだよね。こう、アークとかアークやりすぎて。うん。まあ、さっきのブリーディングの話にちょっとつながるところもあると思うんだけど、まあ、要はアークやりすぎて、ちょっと日常生活に支障が出始めてきてる、プラス、その毎日投稿しなきゃっていうことで、もうなんかその、もう急いで編集してとか、動画を書き出してとかって、そういう風なことやってたりして、ちょっとね、うん、なんだろう、その YouTube に力を入れすぎてるせいで家庭がないがしろになってる感が最近すごいんだよ。うん。で、なんかそのせいでちょっと今家族に負担かけてるかもしんねえなっていうところがあって、だからちょっと俺はペースを落とそうかなと。うん。だからいくらさ、その何、仕事のためみたいな感じとはいえさ、なんかその仕事理由にしてさ、家庭のなんかないがしろにして理由にはならんやん、やっぱり。だからちょっと考えたんだけど、ちょっとペースを落とそうかなと。週3日くらい、
動画週3日くらいのペースまで落とそうかなっていうふうに思ってる。結構思い切ったもんだと思うんだけど、まあ、3日くらいだったら割とのんびりやっても間に合うかなっていうふうに思うんだよ。ああ、だからね、ちょっとそういうふうにちょっとペースを落とそうかなと。でそれに付随してなんだけど、生放送もちょっと数減らそうかなと。あの生放送のやりすぎで、俺ちょっと夜とかだったら生放送やってても大丈夫かなっていうふうに思ったんだけど、最近ちょっとやってて思った、結構無理が来てる。うん、その夜でも意外とね、その家の何、そのやんなきゃいけないことだとかさ、そういうの結構あったりして、なんかね、こう生放送をね、なんかこんな毎日ほぼ毎日ガン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 やるっていうのも、それもちょっとダメかなっていう。うん、なんかね、ちょっとむしろね、こういう時間をちょっと動画撮影の時間とかに当てて、その編集とかに当てたりとかしてのんびりやってた方が多分動画としては無理がないかなみたいな。うん、あの家の方に無理はかかんないかなみたいな風に思うんだよ。だからね、ちょっとね、生放送 も減らそうかなと。まあ、その代わりちょっと日常会とかまた撮影し始めたりとかしてね、あの生放送増やしたから日常会なくなったから、まあそれをまた元に戻すみたいな風なことしようかなっていう風に思うんだよね。うん、何せよちょっとね、俺は最近ちょっと YouTube にかまけすぎた。まあ、あの登録してくれてる人が増えてきたって言って嬉しい、俺もっと頑張んなきゃっていう風に思ったっていうのもあるんだけど、やっぱそれにしてもちょっと限度があったわ。うん、ちょっと注力しすぎたかなっていう感がある。だからちょっと俺はね、ここで少しペースを落とさせてもらう。うん、さてと、じゃあちょっと結構長ったらしい話になっちゃったけど、まあとりあえずここまでで、一応あの話すこと、今この中で話してることって結構長ったらしくてよくわかんないって人もいるかもしれないから、あのコメント欄に話の概要はちょっと軽くまとめて書いておくから、なんか話がいまいちわかんなかったらそのコメント欄のやつを見て。うん、というわけでね、ちょっと今回はここまでで、まあ、ご清聴いただきありがとうございましたということで、では、また次回の動画でお会いしましょう。というわけで、さようなら。